サルモネラの一つであるネズミチフスの、スの3型分泌装置の電子顕微鏡写真。3型分泌装置とは、菌体外へ、タンパク質を分泌させるためにある種の細菌が持つ注射器のような分泌装置の一つである。細菌の運動に用いる弁毛と配列類似性が高いため弁毛が変化して、3型分泌装置になったと考えられている。 3型分泌装置は、エフェクターと呼ばれる、タンパク質を細胞に打ち込むことで、宿主細胞への侵入やマクルファージでの生存などに関わっており、細菌が病原性を発揮する上で大きな鍵となっている。など。3型分泌装置の構造3型分泌装置の構造は筋体を海面活性剤で処理して生成し、電子顕微鏡で観察するところから明らかにされた。 それによると、細菌の外膜や内膜に極材シリング状の構造した基部と呼ばれる部位と、針状に菌体外に突き出たニードルと呼ばれる部位に分けられる。さらに基部は内膜リング、外膜リングとその二つを連結するロット構造から構成されている。このニードルが対象となる細胞に接触し、エフェクターが細いニードルの中を通って輸送される。実際には先に、 膜形成因子という細胞膜に穴を開ける、タンパク質が分泌されて、穴を形成してからエフェクターが打ち込まれる。また、ニードルの中の通り道は細く狭いので基部側には、シャペロンが存在しており、タンパク質をほどいた状態で、ニードルの中を通すと考えられている。ニードルの長さは、それぞれの細菌によって異なっており、ペスト菌が約40メートル、サルモネラやセキリ菌は、 大体いい50ナノメートルであるのに対し、腸管病原性大腸菌のそれは短いものは60ナノメートルから長いものは700ナノメートルである。それぞれの細菌でニードルの長さを決めているタンパク質があるとされるが、ペスト菌などのエルシニア属の場合は、ジェスシッピーというタンパク質であり、ジェスシッピーの分子量を変えるとニードルの長さが変わることが知られている。 3型分泌装置の働きは、エフェクターのタンパク質を標的となる細胞に打ち込み、何らかの変化を引き起こすことである。その変化はエフェクターにより異なるが、主な作用を挙げると、細胞膜の穴形成、細胞への侵入、抗鈍色作用、細胞毒性がある。サルモネラの場合は、ソペガラック1、CDC42 のグアニンヌクレオチド交換に関わり細胞侵入に、 関わる一方で、スピックは、タスックに結合して、ファゴソームとリソソームの融合を阻害するとされる。3、e、型分泌装置は、新たな抗菌薬のターゲットとして、注目を浴びており、現在模索が続けられている。実際、グアジノミンというストレプト埋設が賛成する物質は、3、e、型分泌装置を阻害し、精菌的に働くことが知られている。ありがとうございます。